はい、今回はですね、金融ブラックの方でもお金が借りれるサービスということでね、ほぼほぼ 100% に近く借りれているそうです。このクレジットっていうサービスをね、皆様に紹介しようと思います。このクレジットっていうのは調べてもまだね、始まったばかりでソースがあまり出てこないんですけども、ただお金借りれてるみたいなんですよ。本当に無審査同然で、で利息が10万円以下のベーシックプランだとつかないようです。でプレミアムプランだと利息がつくのかもしれませんけど、すいません、私試してませんのでね、第一次情報としてこういうのがあるよってことを皆さんにお伝えしようかと思います。本当に、ね、ちょっとね、1万とか2万とか3万試しに借りてみようかなって方はこちらの方に登録して審査を受けてみたらどうかなと思うんですよ。まあほぼ通るみたいです。今のところ私の方でね、ブラックなんだけど3万円借り入れましたっていう例が1件あったんで、今回こうやってご紹介しようかと思っているんですけども、ちょっとうがった見方をすれば、こういうことによってお金を借りにくい人のリストを集めてるんじゃないかなって気がするんですよ。でそれに基づいて、何かをしようとしてるのかなと思いますね。ただこれを悪用しようとしてるのか、それとも本当に信用を積み立てていただいて、経済の中心にね、もう一回戻っていただくという復活のチャンスを提供してくれてるプロジェクトなのかな、それはちょっと分かんないですけどね。とりあえず今回紹介してみましたんで、1万円とか2万円をね借りて、来月返せば無利子なのかな、そういったことでございます。でこれから私もね、いろいろと利用規約を見たりとかね、実際にここにアカウントを取ってみたりとかしてみたいと思いますけども、第一報としてお伝えしました。金融サービス、金利 0% クレジット、モバイルクレジット、クレジットっていうサービスですね。ZIT でね、 ZIT のクレジットですね。皆さんちょっとだけこの動画概要欄からご覧ください。それでは続報また。